ヤン・ニエメツ、1967年ヤン・ニエメツは、チェコの映画監督であり、その最も重要な作品は1960年代からの、ものである。映画史家、ピーター・ヘームズは、チェコ・ヌーベルバーグのアンファン・テリブルと表現した。1936年7月12日、当時のチェコスロバキアの首都プラハに生まれる。1954年、 プラハ芸術アカデミー映画学部監督課に入学。在学中の助監督経験を経て、1960年の卒業制作、一区分の食料イローフ・オブ・ブレッドで、同年のアムステルダム学生映画祭で、オランダ映画連盟銀原賞、翌1961年、オーバーハウゼン短編映画祭で、大賞、メルボルン国際映画祭では、特別賞をそれぞれ受賞。 24歳にして国際的な名声を得る。バランドフ撮影所に入り、1964年、長編映画、夜のダイヤモンドで、長編監督として、デビュー、同年のマンハイム国際映画祭で大、大賞翌1965年には、ペサロ映画祭で、長編映画国際非評価賞を獲得する。同作は日本でも1968年9月に、 ATG の配給で公開されている。翌1965年、イジー・メンツェル、エバルト・ショルム、ベラ・ヒティロバ、ヤロミル・イレシュという若手監督による、オムニバス映画、海底の真珠・パー・リッキーが、DN に参加。1974年、西ドイツに、政治亡命、スウェーデン、イギリスのテレビ界で活躍した後に渡米。 1989年11月チェコに帰国。1993年、映画制作配給会社、ヤン・ニエメツフィルムを設立。現在に至る。ニエメツの映画作家としてのキャリアは1950年代末、プラハ芸術アカデミー映画学部の学生だった時に始まる。同校は、当時のチェコスロバキアにおける映画実習のための最高の名門校であった。 当時のチェコスロバキア政府は、ソ連の傀儡政権が支配しており、表現の自由は検閲と政府の意見に従う、ものであった。しかしながら、1950年代初頭には、純然たるプロパガンダ映画が衰退し、チェコスロバキア映画産業の内部に、例えば、ヤンプロハースカのような重要で、パワフルな人々が存在したおかげで、1960年代は、 チェコ映画における国際的に認められたクリエイティブな波へと導かれた。その波はチェコヌベルバーグとして知られるようになり、ニエメツはその一部分を演じることとなった。卒業制作としてアルノシュトルスティークが作者自身のホロコースト体験をもとにした短編二回戦ドルヘコーヘ航路を本案し短編映画一区分の食料を作った。やがてニエメツが 夜のダイヤモンドを監督するとき、ルスティクの作品に戻ってくることになる。同作もホロコーストに題材をとり、そして影響力のある作品となった。この映画は、集中キャンプへ向かう乗り換え列車から逃亡する二人の少年の運命を追う。特筆されるのは、ホロコースト体験の劇的な主題歌に、実験的技術を用い、フラッシュバックあり、幻覚を模造し、 通常ではありえないダブルエンディングがあり、その主人公の運命に関して不確かさを残すことである。ニエメツの最初の大成功であり、検閲を通過する間に来たるべき政治運動のための基盤を築くのを助けた。もっと重要なことは、神秘的かつ技術的なマイルストーンを限界状況下の人間の体験の探求の中に打ち立てたことだ。 最も悪名高い作品は、祝祭と、客 A レポートオンザパーティーザゲストである。話の筋は、ピクニックに出かけた友人たちのグループをめぐって進み、イヴァン・ビスコチル演じるカリスマ的サディストの開く奇妙な、縁に招かれた彼らは、結果的には、ほとんどが、サディストによって、抵抗するものが追い詰められるうちに、盲目的な一致と、残忍さの中に埋められてしまう。 当局から悪い受け取られ方をされた動作にあって映画の中のビスコチルはレーニンに注目に値するほどよく似ていた。さらにキャストは当時のチェコスロバキアにおける反体制派の知識人のバーチャルな名刺録であった。動作は共産主義体制に対して大変破壊的なものとみなされ大統領は動作を見ることについてイライラする。 クライム・ザ・ウォールズと言われ、ニエメクは、破壊活動容疑で逮捕された。祝祭と客からの政治的墜落の前に、すでに承認され撮影もした、もう一つの長編映画があった。愛の殉教者たちマーターズ・オブ・ラブがそれである。同作は、おそらくかつてニエメツ自身がトラブルを抱えていた心の中にあって、完全に、没政治的なものであったが、 作品の持つシュルレアリスム的で、リリカルなスタイルは当局になびくものではなかった。ニエメクは、政府認可システムのアウトサイドで仕事をすることを、余儀なくされ、母とコマザーサンを制作した。同作は、オーバーハウゼン映画祭で賞を取った。次の最も重要な長編映画は、ドキュメンタリー、プラハのためのオラトリオオラトリオフォープラハであり、同作は、あのリベラルな、 プラハの春に終焉をもたらせた1968年のソ連のプラハへの軍事介入を描いた。発禁処分を受けたが、ニエメツのフッテージは、結果、侵略映像のストックとして、無数の国際報道機関に使われた。後に、ニエメツは、フィリップ・カウフマンの、存在の耐えられない、軽さの原作本案のアドバイザーでもあり、同作では、 集められた侵略についてのニエメツのオリジナルな映画作品が使われた。1968年後、チェコスロバキアを離れ、ドイツに行き、最終的にはアメリカ合衆国に移住する。伝統的映画の世界で仕事することはできなかった。おかげで、スウェーデン王室の婚礼のドキュメンタリーを含めた、結婚式記録するためにビデオカメラを使用する先駆者となった。 1989年のチェコスロバキアにおける共産主義の崩壊後、祖国に戻り、いくつかの作品を撮った。母との夜の会話レートナイトトークスウィズマザーは、ロカルの国際映画祭で、金表彰を受賞した。ありがとうございます。